昼間はプラス37だから、4時5時5時ぐらいになると急速に冷えて0度ぐらいになるんですけど、その日は風がね風速20メーターぐらいあって、道路でトラックが1台ひっくり返ってました。でそれを乗ってた人たちが一生懸命起こそうとしてエコエコやってましたけど、では大変だなと思ってたら、私たちが乗ってたバスの屋根が飛びました。いやーねー運転手が400メートルも砂漠を走ってその部品を取りに行ってましたもん。でその部品を1メーター四方ぐらいの屋根の部品ね、こうこうガチャンと開けて風を入れてまた閉めるっていうこの四角形のフードが飛んじゃった。でその1メーター四方のものを持って帰ってこようとしてるのに動けない、風が激しく吹いているので、その1メーターのものを持っているがゆえに、いくら前へ足を出そうとしても全然帰ってこられないので、みんなで気持ちだけ応援してました。だってそこへ行くと帰ってこらんない可能性があって、特に小林正観の場合はそのまま行くと山に飛ばされる可能性、ひらひら回ってる可能性もある。でその上のフードが飛んでしまった2箇所あったんですけど、その前の方のフードが1箇所飛んでしまったので、それをもう壊れて飛んでってしまったので、それバチャンと閉めた状態で、身長が180ぐらい、男たち4人ぐらいがずっと宿に着くまで1時間ぐらい抑えてました。そんな話はどうでもいいんです。そのタクラマカン砂漠の砂漠の真ん中に、日干しレンガで6メーターの高さに積んだレンガ作りで、9キロ9キロ81平方キロを囲んでいる、これが長安の都です。つまり国の首都なんだけども、国というのはなんと非常に小さな9キロ四方のオアシスの都市なんです。現状三蔵はね、その時は三蔵じゃないんですよ、帰ってきてから17年後に帰ってくるんですけど、この時に唐の第三代皇帝大宗っていう人から、あなたは論理教三部教を全部くまなく治めた人なので三蔵法師とお名乗りくださいっていうふうに名前をいただいたので、そこから先を三蔵法師というようになりました。ただし本人は三蔵法師とは名乗っておりません。周りが三蔵法師って呼んだ。たまたまね、10年ぐらい前ですけど、牧瀬里穂っていう人が三蔵をやって、現状をやっていて、で唐沢俊明だったかな、孫悟空やっていてっていうのがあったんですけど、この物語の中で西遊記ってやつですね、この物語の中で妖怪がお前の名は何というって現状に聞くんですと、牧瀬里穂を演ずる現状がねこう答えます。私の名は三蔵法師、私は椅子から転がり落ちてしまいました。三蔵法師という名前は取りに行ってる間にはないし、尊敬語なので自ら三蔵法師ということはない、人が尊敬をして言う言葉である。しかも論理付けまで収めてないし、大宗からまだその名前をいただいてないので、これはとっても大層な話だったんですよ。だから皆さんはあの三遊記の中で私の名は三蔵法師っていうのは間違いだという認識はしといてくださいね。私の名は現状って言わなくちゃいけない。だからこれをさっき言った現状認識というんです。でだからいろいろね勉強していくとね、ドラマの中に間違いがものすごくたくさんあるということに気がつきますよ。昭和40年頃にゴジラっていう映画が振られました。ゴジラの映画の中にテレビのニュースっていうのが出てくるんですね。テレビ画面が、映画の中にテレビ画面が出て、臨時ニュースを申し上げます、臨時ニュースを申し上げます、ゴジラが新宿に現れました、新宿西口の高層ビルを次々に投げ倒していますなんていうニュースがあるんですよ。おかしいと思いませんか。新宿に現れるまでどうして臨時ニュースにならないわけ。新宿までどうやって来たのゴジラは。身長が55もあるんですよ。
ゴジラは身長55メーターだから松井秀喜は背番号55をそれで決めたんです。知らなかったんですか。あれは本塁打を55本ぐらい、最高で55本ぐらいを打ちたいっていうことと、それから55っていうのと、もう一つはゴジラの身長55メーターかけてるわけですよね、ゴジラ松井だから。でもどうしてゴジラが新宿に現れるまで臨時ニュースにならない、どうやって歩いてきたの。誰かが言った、地下鉄をそっと歩いてきたんじゃないの。詰まってる。地下鉄の中で詰まって動けなくなってる。もうつまらないことを言うな。詰まった話。まあいろいろあるんですよ、あの矛盾点がいろ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 、うん、あとあの水戸黄門の中で風車の屋敷がね、ご隠居様に、水戸黄門様にこんなこと言います。ご隠居、この宿はサービスのいい宿ですなって。サービスなんて言葉があるか、その当時。江戸時代にはそんな言葉はない。もう水戸黄門のね、古いやつ見てると、もう面白い面白い、めちゃくちゃ。その当時その言葉はありませんよっていう、ね、ご隠居、あの男はニコニコはしてますけど横島のやつかもしれませんなっていうのがあるんですけどね。横島っていうのは戦後太平洋戦争の後、アメリカが日本をアメリカナイズするために、アメリカの洋画を、アメリカの洋画っておかしいな、アメリカのドラマをたくさん持ち込んできた。ララミ牧場とか、メイケンラッシュとか、サンセット、セブンティー、セブンティーセブンじゃなくてサンセット、77でいいのかな ?88 でしたか ?99 でしたか。まあそんなことはどうでもいい。サンセット、セブンティーセブンですよね。77。そういうようなアメリカ映画をたくさん、アメリカのドラマを持ち込んできたんだけど、その時にアメリカの囚人の服が横の島の服だったので、それ以来横島のやつというようになったんです。江戸時代には横島っていう言葉はない。大丈夫ですか皆さん、横島の人いませんか今日。あ、一人いた。横島の人が。いや、その後ろの方もそうですよ、はい、横島が二島です、ね、だからそういう時代交渉をいろいろこうやってるとね、ものすごいめちゃくちゃなセリフがちょこ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 出てくるので、面白いのは面白い。もう一つ言いたいのが、スーパーマンの映画を作ってる人、スーパーマンの映画作ってる人たちに一言言いたい。スーパーマンに着せるシャツはLL にしなさい。 S は小さすぎるわ。かわいそうだ、ピチピチで。ものすごい引っ張ってるじゃないですか。 LL 着させてあげなさい。はい、これで終わりだと悪いですね。まだ話は続く。現状山賊ですよ。その時は現状ですけど、その何年かかってもとにかく本物の仏教典を手に入れるぞって一大決心をして、一人で唐の都長安を、城壁を抜け出して、それでタクラマカン砂漠へ出かけるわけです。その時に、数百メートル行ったところで、まだだからもう歩き始めても全く初めのうちですけども、その時にボロボロ切れボロヌロ、まあそんなことはどうでもいいんです、ね、立体的にちょっとサービスをしてしまうところがあって、それで、ボロ切れボロヌロがその砂漠に転がっていた。あ、もう都の都長安の外全部砂漠ですからね。で、ボロ布のボロ切れが転がっていたので、こんなとこにボロ布があると思いながら通り過ぎようとしたら、その中からムクムクと老婆が出てきたわけですね。それでお坊様、お坊様ってこう言うわけですね。は、人がいたのですか、何でしょうか。そうするとね、
実はね、最近こんな病気にかかってしまったって言って腕を見せるわけですけど、腕が腐ってるわけですね。今でいうハンセン氏病、昔の雷病です。でも腐って膿が湧いているっていう状況で、で当時はいい薬がないので、もうその接触感染ですから、ちょっとでも触れたらそれが、感染して自分の体も腐っていってて、今はハンセン氏病は感染力が非常に弱いっていうのと、薬もいい薬があるっていうんで、隔離政策っていうのをずっと日本政府も取ってきたんですけど、小泉さんが、総理大臣になってすぐに、隔離政策をやめますって、それでハンセン氏病の患者にそういうひどい扱いをしていて申し訳なかったって謝ったところから、小泉首相の人気がドーンと上がったわけですけど、で日本の隔離政策っていうのはその小泉さんの時代から違うものになったんですね。でそのマザーテレサっていう人が道端で打ち捨てられてる人、ハンセン氏病の患者を拾ってきては手厚い看護をしてっていうので、まあ、それも有名になったんですけど、とりあえずその体が腐っていくという、雷病の患者のようだった、体中にこう膿が湧いてでぐずぐずと体が崩れていく状態だった。この状態で家族に膿を口で吸い出してもらうと治ると言われているんだけれども、自分がこの病気になって家族にそれを要求したらとんでもないやつだっていうんで、城壁の外に捨てられてしまった。でこのまんま死を覚悟して、しょうがない死んでいこうと思っていたんだけども、あなたの顔を見たらって現状に言うわけです。あなたの顔を見たらあなたに膿を吸い出してもらいたいと思った、このグズグズの体を膿を吸い出してくれるかって言うんですよ。現状はこれから何万キロっていう旅をして、しかもありがたい仏教典をもらいに取りに行くところです。1日目です。皆さんどうします？私には体毛があって申し訳ないけど、そんなことにかかずらってはいられないので、申し訳ないけど、本当に申し訳ないと思うけど先を急ぎますって、私だったら言っちゃいますね。いや私は申し訳ないけどって言わないで言っちゃうかもしれないですね。でその老婆がそういうふうに言う。現状はしばらく考えて、この人すごい人だなと思うんですけどね、わかりましたって言うんですよ。でその老婆の腕を取って口をつけて膿を吸い出そうとした瞬間にポッと音がして、なんと10メーターぐらいの光のこう塊になるんですよ。でその3分の1ぐらい 3.5 メーターぐらいのところに観音様が立っている。観音様だったこの老婆が。それで観音様が見下ろしてこう言うんですけど、なんで 3.5 メーターだったのかというと、現状が 2.1 メーターだったからですよね。観音様がもし 1.5 メーターだったら見下ろされちゃうわけでしょ。だから観音様はどうしても 3.5 メーターである必要があった。 2.1 メーターに対してはどうしても見下ろすためには 3.5 メーターの必要があった。それでその観音様がその光の中に立っていて、現状に向かってこう言った。現状よ、お前がどれほどの人物であるかがよく分かった。これから天竺っていうのは当時の北インドのことを言いますけど、天竺に経典を取りに行くにあたっては、何十回何百回と命に関わるようなことがあるであろう。自分の力で切り抜けられるときは自分の力で切り抜けなさい。しかし自分の力ではどうしようもない、もうダメだと思ったときには、これから教えるお経を一心不乱に唱えよう。そのお経の声が聞こえてきたら、天上界の我々は何を置いてもお前を助けに行く、
どんなことをしてもお前を守り通して天竺まで行かせるから、この経を必ず覚えなさいって言って教えたのが般若心経というものだった。皆さん今日はすっごい勉強してますよね。何の本も読まないで、ただ人の話を聞いてるだけで何十冊もの読書をしたぐらいの情報量を手に入れて帰っていく。しかもわずか5,000円で、羨ましい。まあそんなことはどうでもいいんですけど、これ愚痴泣き言って言うんですよ、私の側からすると、とりあえず置いといて、それで、その時に教えた般若心経というのが、なんと現状が本当に死にかけてどうしようもない時に、現状さんとは一心不乱にこの般若心経を唱えるんですけど、そのたんびに本当に奇跡的に救われて、この現状は実在の人物ですからね、物語の人物じゃないんですよ。で、大東西行記っていう自分の自らの旅行記を、その時の旅行記を書いてますけど、その旅行記のその行く先々に妨害をしたっていうのが、実は100キロおきに西域30国っていう36国があったんですけど、砂漠の中に6メーターの非防止レンガで囲った何キロ四方かの国があって、それが全部オアシスですけど、そのオアシス都市国家が30あって、その国の王がみんな現状に惚れ込んで、あなたをこれから先行かせないで、2ヶ月3ヶ月ここに滞在をして、我が国民に仏法を説いてくれっていうので、それぞれの国王が全部そのように邪魔をしていったので、これを西遊記の中では妖怪っていうんです。実は妖怪がいたのではなくて、現状に惚れ込んだ国王たちだった、みんな邪魔をしたのは。でも国王は別にこの人の邪魔をしようと思ったんじゃなくて、とにかくこの人の人物と識見がすごいのでね、その仏法の教えをとにかく聞きたかったっていうこと、みんな善意と好意によるもんですけどね。で、今度、10月の23日、今から2週間後ぐらいですけど、半年ぶりぐらいに小林世界の本が出るんです。無敵な生き方っていうんですけど、その200ページのうちのね、5分の1、40ページ、頭からいきなり40ページが現状の話です。シルクロードをどれほど苦労してこうずっと移動していったかなんですけど、現状はね、出会う人出会う人全部味方にする人だった。2ヶ月いてくれ3ヶ月いてくれって言うと、嫌だって言わないんです。わかりましたって言って、そして2ヶ月3ヶ月その要望通りにいて、国民に仏法を説いて、それでその国王から100キロ先の三日用の三日晩の馬と食べ物と飲み物をいただいて、それでまた次の国へ行って、それで2ヶ月いてくれと、分かりましたって言って、それで要求通りやってると、また馬と食べ物水をもらって、また次の国へ行って、で行くのに十数年かかってるわけです。帰りが1年半です、わずか。だからこの人が行って帰ってこられることもできたのはなぜかというと、全部の国王を味方にしてたからですよ。誰一人敵にしなかったんです。とにかく言われた通り、要求されたことを全部やって、どうもその最初の老婆の話で言うと、どうも途中で死んじゃってもいいって思ってたみたいで、投げやりって意味じゃないですよ。もうどんなことをしても生きて帰るぞっていうふうには思ってなかったみたいで、途中で死ぬようなことがあったらしょうがないなと思ってたみたいですけど、でも死にそうになると般若心経を唱えてるわけです。で、現状は帰ってきてから、9キロ四方の中に3キロ四方の大寺恩寺っていうお寺があるんですけど、その大僧のお母さんが亡くなるまでは寺恩寺っていう寺だったんですけど、お母さんが亡くなったところで、そのお母さんをその寺に埋葬しました、大僧が。
なのでそのお母さんを埋葬したところから慈恩寺の名前が大慈恩寺というのに変わりました。でその大恩寺に250人の部下をいただいて、そして自分が覚えて帰ってきたサンスクリット語の音に一音一語一音一語というので全部文字を当てていって、なんと9600万文字の漢字を一つずつ当てていって、17年間この慈恩寺から一歩も外に出なかった。現状の凄さっていうのは行って帰ってきての話じゃないんですよ。この着いてから唐の都長安に帰ってきてからの17年の方がはるかにすごいと思いますね。大僧がこの人は生き神様である生き仏である、とにかく国の人間はこの人の言うことを全部聞きなさい、欲しいものは何でも、全部与えなさい、とにかくこの人の言うことは全部わがままを聞きなさいって言って国中に触れ出すんですから。国中つっても9キロ四方ですよ。ようこそここへ。で3キロ四方の大慈恩寺の外行くとバーやスナックキャバレーがあったかどうかは知りませんけど、そこへ行くと帰ってきたのが男盛りの45歳、貧木修霊、死んだのが63ですけど、その63で死んだ時まで貧木修霊。いいですか、生き神様生き仏様で国王からとにかく国の宝だと言われ、言うことを全部聞きなさいと、要求ごとには全部答えなさい、そして美目秀麗ハンサムでものすごいかっこいいわけですよね。